それではありがとうございます。じゃあ次に行きます。鴨川です。鴨川の山と川と海を守る会代表の勝俣邦衛さんです。事業名は鴨川市池田地区メガソーラー事業計画千葉県です。事業者はエース鴨川ソーラーパワー合同会社。合同会社の構成は未公表です。面積は250ヘクタール、伐採面積が146ヘクタール、造成面積は不明です。パネル枚数47万枚、発電量が130メガワットです。今日はお願いします。今ご紹介いただきました鴨川の山と川と海を守る会の代表しております勝俣です。よろしくお願いいたします。まだ県の臨時開発の許可が下りていないということで、10月にもシンポジウムで、事例報告させていただいたんですけれども、引き続きということで今日またご紹介したいと思います。ちょっと座らせてさせていただきます。前回あまり予定地の紹介ができなかったので、それを中心にと9月以降の動きと取り組みについてお話したいと思います。動いてますか？ここ動いてます。東京方面から来まして、左手にようこそ鴨川という看板が出てくるんですね。その右手の、山針がありますか？とにかくこの山、見渡す限りの山全部を使って、建設、工事が行われるという、事業です。一番高いところで254メーターで、全体としては低い山なんですけれども、見てみると急峻です。ここを最大 60.3 メートルの尾根を切って、最大 80.0 メートルの谷を埋めてほぼ平らにするという工事です。土砂の移動量は1320万リューベル、10トンタンクで220万台という数字になります。これは、土地利用計画平面図です。造成面積146ヘクタール、東京ドーム32個分という数字が半端じゃないですね。この土地は5つの区の共有林だったのですが、昭和46年、47年前なんですが、リゾート会社が買収し転売を重ねまして、手つかずのまま土地の面積もほぼそのままで、平成27年3月31日に現在の地権者 A スタイル資本金2500万が今回の事業を行うために取得しています。土地の移動量が多すぎるのではないか、3つの調整池は容量が小さいのではないか、永久に維持していけるのか、特にオンサイト、この辺に映ってますか、一番下の方なんですが、南側なんですが、そこに30センチの深さのプールを山のてっぺんに作って大丈夫なのか、調整して両脇の川に流す水の水質水量も問題にして、今ギリギリのところで県に迫っているところです。これは前回のシンポジウムでを主催した高田さんが撮ってくださった写真です。この山の中はこういう気持ちのいい空間なんですね。はい、それで鴨川市は指導要項があるだけで規制する条例もありませんし、千葉県の環境アセスの対象事業にも太陽光発電所は入っていません。地熱火力原子力発電所まで入っているのに太陽光発電所は入っていません。私たちは止めるための決め手がない反対運動をしてきました。国の規制が厳しくなってくれば訴求適用は難しいかもしれませんが、追い風になると思っています。ということで、これまでの取り組みはどうしたら県の許可を遅らせられて、そのうちに事業者が建設を諦めるか、どうしたら一部の移住者の反対運動にとどまらずに広がりを作られるかということでやってきました。市民への取り組みでは市民への周知活動に重きを置いてやってきました。1月20日に通信4号を発行します。
で反対署名は今現在1万筆、約1万筆です。で、3月に第3回の集いの会を計画しています。で、市長はですね、一貫して民有地であり民間企業の事業である、県の臨時開発制度の基準を満たせばと賛成でも反対でもないというのスタンスをずっと取り続けています。市は許認可権がないが、鴨川市開発行為及び大型建築等建築事業指導要項というのがあります。で、業者にはしっかりそれでしっかり要請していきますよと言っていますし、県に提出する意見書にしっかり盛り込むからと言っていたんですが、その意見書を8月15日に提出するとすっかり手が離れたという感じです。市議会の方は、6月の指導廃止の顛末以来、建設経済常任会の議員さん方との話し合いが持たれたり、関係づくりができてきてます。それで12月の議会で国への意見書を提出することを前回一致で採択するというところまでになりました。9月からは県への取り組みに重点を置いています。市民ネットの山本議員さんのアドバイスや仲立ちで議長に請願書の提出、知事へ要望書の提出、関係部署のヒアリング、県会議員の一般質問や関係常任会に取り上げていただいています。国への取り組みなのですが、先ほど紹介していただいたされました、田島かなめ衆議院議員さんに12月の経済産業委員会に取り上げていただきました。あ、ちょっと、時間がないのでどんどん行きます。それで現在の状況と今後の取り組みなのですが、10月に南房総地域の県議と鴨川市議の強い働きかけがあって、千葉県議会議長により国に、早期の法整備をという意見書を提出します。また12月には鴨川市議会議長より先ほど採択されたものですけれども、国に、やっぱり意見書が出されました。で、これは千葉県にとっても鴨川市にとっても画期的なことです。で、この下にあります林野町の森林、林野町のことはですね、ちょっと説明しますと、先ほど経済産業委員会で土砂の移動量、残地森林率についての基準が太陽光発電の場合にはないので、ゴルフ並みで基準を定めましょう、これだけの問題が起きているのだから、これは法改正でないので早く定めて林野庁から都道府県知事に発出しましょうと田島議員さんが要請したことに対して検討を始めましたという回答が来たということです。ゴルフ場並みの土砂の移動量だと、ここは300万流米以下で4分の1になるんですね。で、間に合って適用されることを期待しているのですが、さて間に合うのでしょうか、どうか、期待は大です。で、偶数月に、偶数月に開かれる諮問機関である森林審議員保全部会にかけられ、答申が出て知事の許可が下りるという運びになります。で、先ほども言いましたが、まだ森林審議委員会にかかっていません。で、次は2月末に開催されますので、なんとかそこにかからないようにと瀬戸際の画策をしているところです。私たちも優秀な弁護士さんに相談することができるようになりました。アドバイスをいただいて、1月にはですね、事業計画の問題を、唯一の臨時開発許可基準に照らし合わせて徹底的に洗い出して意見書にまとめて知事宛に提出しようと思っています。書面での回答を迫るということをやります。
行政側への訴訟も視野に入れて考えているところです。以上です。先ほどその映像を拝見しましたら、外から、一番高いところで200何メートルですよね。でもこうすごくこう激しいじゃないですか。で、今その木を切るっていうことだけではなくて、こうまず伐採をした上で、あの結構こう起伏の激しい地形を要はこう削って埋めていくっていう、そういうことなんですか。そうなんです。地形をガラッと変えるってことなんですね。図がありまして、ここの根はこっちへ埋めるとか矢印がついたあれが工事図があるんですね。で、事業者は当初から、はい、1000万リューベって言ってまして、1リューベとも入れないし出さないと、その中で埋めて平らにして工事をしますよって言うんですけど、正確な数字は1320万リューベっていうのは情報開示でしてもらって、その数字が出てます。だから出さないって入れないっていうので、その間に骨を切ったり谷その土を谷に埋めるということをやるようですね。大変な工事だと思う。いや、そうそう、例えばその、伐採は伐採で大変ですけど、伐採だけだと、例えば、ある程度時間が経てば、また再生する可能性があるじゃないですか。そうなんです。伐採して、大規模な、要は地形を埋めてしまったときに、いずれメガソーラー、多分、半永久的っていうわけにじゃないと思うので、はい、そのあとどうするのかって、そういうことですよね。先ほども言いましたように、調整池作りますね。でも全部裸にしまして、それを20年間は事業やるかもしれませんけど、撤廃もちゃんとやるかもしれませんけれど、その後ずっと調整池の調整をしていかなくちゃいけないんですよ、新設とか。でそれが本当にこの事業者がね、保証するのかという問題がすごくあります。で先ほども言いましたように、出ましたように、全然事業者のっていうか、そうですね、事業者も名前は会社名は出てくるんですが、全然顔が見えません。でその事業者の方が直接地域に来て、高校ってこういうことやりますよとか、責任持ちますよとかいうふうに話し合いとか、そういうのはないってことなんですか。地元の説明会がちょっとありました、当初、去年の10月ですね。で仕事をしてその辺のことは指導要項で、市の方には説明してるかもしれないですが、私たちはもっと直接に業者と業者から私たちの疑問をちゃんとぶつけて答えが欲しいということで、常に仕事をして要求してるんですが答えません、はい、全然わかりません。ですからそこにロビーのところにチラシを置きました。で最初に作ったチラシにこういうことが懸念されますという項目があるんですが、その項目が1年経っても一向に払拭されないんです、私たちの中に。そういう状況ですね。業者に対する不信感をすごく持ってます。はい、ありがとうございました。